どうも皆さんこんにちは、アダロバファミリーです。今回はダディの撮影現場に家族で押しかけていったらどうなるのというところをご紹介する回です。皆さん映画ってどんな風に撮ってるんだろうって気になりませんか？私はすごく気になるんですよね。監督さんがどうぞ家族もいらっしゃいよと言ってくださったので今回実現しました。では行ってみましょう。最後までご覧ください。どうぞ。そのさタイムラインの中でこの映像と音があるじゃん。映像と音で音がそのまま続いて映像だけ変わるのが L カット、はい、で映像が先に始まって音声が先に始まってて後で映像が始まるって、その映像のさで、でもなんかでも分かる。トルスキューは バーベキューでしょ。あ、バーベキュー、マヤの家で。どこに行くの？でマヤの家行くんだって、うん、マヤだって別に映ったっていいでしょ。うん、いいよ。有名になる監督さんなのかもしれない。前で言わメイデンストーン、はい、メイデンストーンに向かってるってことですね。メイデンストーンは多分ケントだと思う。私は初めてかもしれない、うん、あんま行かないけど、行かないです。ただなんかロンドンに住んでて引っ越しますって言ったらみんなサリーかケントに行くっていうね。いい場所、いい家とかいい学校を求めて。サリーはいいとこだけど、ケントは別に大したことないと思う。あ、そう、うん、ケント中途半端の田舎だね。最後から行くところに行っちゃってるんですよ。流すの、うん、ピー入れるんだ。死んでる。おー、結構ピーしかなったね。鹿が死んでる。いや、結構さっきもリスもいたしさ、なんかタヌキみたいなのもいたし、ね、この間あれよ、なんだっけ、飲んだ帰りにすごい夜中に帰ってきた日なんだっけ、うん、何だったっけ。夜中にすごい夜中に帰ってきたのは、多分あれだね、あのビンチョ行った時の帰りだと思う。あの時にさ、あれがいた、ハクビシン。ハクビシンがいた。夜だったからハクビシンに見えただけじゃん。だっていないでしょ、この子に。酔っ払ったし。いやいや、ハクビシンはどう、ハクビシン、鼻が白いからハクビシンなんでしょ、うん、ハクビシンだ。鼻白かったなんか、もっとのそのそしてた、もうちょっと、うん、キツネよりのそのそしてて、アホっぽかった。あくびしなんだ。あくびしだけに。もうすぐ着いちゃう。寝たからやっと今から撮れるっていう、そう隙間を見つけては撮っていくスタイル、スタイルのアダルマチャンネル。 それしかできないからね、私たちの今の。今からなんかちょっとあれ街に入るかな、ちょっと撮ってみようか。こんな感じですよって。何つってたっけな、なんか炭鉱かなんかあってちょっとだけ裕福になったけれど街があると。ここからちょい先かな、エリッジロード、トンブリッジ、トンブリッジ、あー、はいはい、聞いたことある、聞いたことある、トンブリッジ。そこはもし素敵なさ、ね、お家とかたくさんあったら皆さんに撮って。トンブリッジは18世紀にできた炭鉱の破産な街です。うん、なんか赤レンガの感じが、うん、赤レンガの感じ。これがトンブリッジステーション。うん、トンブリッジ
ライト、ブラブラみたいにさ、ものすごい門構えで一軒一軒ドヤだ。ダディよそ見しないでください、死ぬかと思いました。ね、一軒一軒大きくはないんです、ブラブラみたいに。ブラブラっていうの、うん、ブラブライト、お金持ちが住んでるブライトのこと、私たちはブラブラって呼んでるんですけど。すごい伸びてくるじゃん。じゃあブラブラって呼んでるよ、ダディもね。なんでそういう、森のような道を突き進むこと数分ですね。やっとここにたどり着きました、目的地です。こんな素敵な大きい庭、最高だね。大人たちがショートフィルムを撮ってる間、子どもたちはこうしてのびのびと遊んでいました。楽しかったよね。はじめは、うん、そう、自分も、もう邪魔しに来たんだけども、とりあえず何ですか、とりあえずダメだよ、撮ったら撮ったらダメだよ。いいじゃん、邪魔しに来たんだよ。今何してます？今外観撮るみたいな。外観ね、はい。じゃあちょっとあんまり邪魔はできないけども、
もうなんか全てが絵になる家だね。ね、なぜできなかったし、なぜなぜや、イギリスの人、なぜなぜ、いやいや言わないとダメでしょ、もうやりたかったのに。明日やろうよ。忙しいみたいでできなかった、すっごい忙しい。結局家に着いたのは夜の22時を回ってました、結論、映画撮影に一緒に来るのは疲れるししんどい。以上です。ではまた。